こんばんは、海進整骨院の山添です、今日はですね、膝の痛みについて、話していきたいと思います。この膝の痛みなんですけども、一般的にはね、もちろん膝の方にも、原因があるんですけどね、例えば、骨の位置の異常とかね、で筋肉がこわばってで痛み出してるとか、もちろんね、膝の方に原因があるんですけども、実はこの肘の方にも、関係がします。膝とね、肘っていうのは相動関係、整体で言われてるんですけども、この肘から原因で膝に来てることってあるんですね。だから当院ではね、イネット活性療法を用いて、根本原因を見つけて、治療していきます。詳しく知りたい方はこちらを見てください。